はい、今回の動画は Windows 11のエクスプローラーのちょっとした小技で一瞬で一番上や一番下に、ね、移動するテクニックをご紹介します。で、Windows 11でエクスプローラーを開いて、このフォルダの中に、ね、本当に大量のファイルが入っていて、この画面をですね、スクロールをしたいといった時に、もちろんね、マウスのスクロールボタンを押してですね、こうやってスクロールをしていってもいいんですけども、まあ、一番下であったりだとか、一番上の方にですね、移動したいといった場合は、ファイルの量がですね、多いとね、少し面倒なので、実はですね、一瞬でこういったですね、画面のスクロールをですね、一番下まで行ったりとか、一番上に行ったりとかすることができます。それではね、早速やってみたいと思うんですけども、このエクスプローラーの右側のですね、このスクロールバーのところですね、まあ、こちらの付近でマウスを右クリックしてください。はい、そうするとですね、このね、メニューの中に最上部、最下部というふうにありますんで、まあ、今ね、一番上にあるので、じゃあ最下部のところをクリックをしてみます。はい、そうするとね、こういった形でですね、一番下のところにですね、一瞬で移動することができました。で、同じくね、一番ね、上に行きたいといった場合はですね、このスクロールバーのところに右クリックして、最上部というところをクリックをすると、こういった形でね、一瞬で一番上にですね、移動することができます。まあ、ちょっとしたね、エクスプローラーの小技ですけども、フォルダーの中にね、大量のファイルがあって、この画面をスクロールするのがちょっとめんどくさいなといった場合はですね、このスクロールバーのところで右クリックっていうのを覚えておいてもらうと便利だと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。